屋についてなんですが、すき家とあと、すき家の親会社というんでしょうか、ゼンショーがやってるんですけども、その系列、まあ、兄弟分というか、弟分というか、中尾という店舗があるんですが、ここでも牛丼を出しているんですが、中尾、あ、これですね、中尾ですが、すき家も中尾も、どうも急成長したせいか、人材があまり育ってないのかなと思いました。というのは、まあ、すき家も中尾も、中尾もと、中尾は、まあ、あまり行かないんですが、すき家はよく行くんですけども、どうも、アルバイトの質が悪いのは、いらっしゃいませとか、いなくなってからありがとうございましたなどと声をかけるのがほとんどいないのです。まあ、自分が言っているところだけなのかもしれませんが、で、まあ、2、3店スキアを行ってみると、でも、どこも同じような感じなのです。だからレベルがだいぶ低くなってきているのかなと思います。中尾もそうです。中尾もそうでした。急成長するとそんだけ人材がなくなってきてしまい、あまりアルバイト質が悪いのがばっかりになってしまったのかなと思いました。一回ここで聞きたいと思いますが。